セロトロロ、半米天文台とは、各種の天体望遠鏡、天体観測器具が設置された施設で、南位30.169度、西経70.804度、チリのラセレナからおおよそ 80km 東、標高 2200m に位置する。この施設は、アリゾナ州のキットピーク天文台と同じく、アメリカ国立工学天文台に所属する。設置されている。 望遠鏡は、合計4メートルのビクター・エム・ブランコ望遠鏡と4.1、エム・ソア望遠鏡である。ノアオは、宇宙望遠鏡科学研究所やジェミニ天文台と、同様、大学天文研究機構によって運営されている。ジェミニ天文台の2台の8メートル望遠鏡のうちの1台は、地理に設置されており、クシャオと並んで、地理における、オーラの研究拠点を形成している。 全米科学財団がノアを管理している。小惑星ターラロは、セロトロロにちなんで命名された。ターラロイコール 1931RZ イコール 1936SF イコール 1941SF2 イコール 1965QC イコール 1969MB イコール 1973GH1 イコール 1979MB。 MPC2021 年9月26日閲覧ありがとうございます。